よろしくお願いします。早く終わってみたい。皆さんこんばんは、シーサです。トミーです、こんばんは。トミーさんこんばんは。こんばんは。お疲れ様でございます。今日もさあやってきました、はい、閉店後のバトルなんですけれども、トミーさんもうかれこれ何度もバトルを行ってきましたが、はい、いよいよですね、この私シーサとトミーさんとのバトルが、残り3回、今日を含めて残り3回でファーストシーズンが終わります。そうですね、はい、で毎回負けた方に罰ゲームとか言ってなんかやってますけど、はい、罰ゲームという割にはぬるいんじゃないかというですね、ぬるいとそういうお声もありまして、まあ、確かに罰ゲームというほど大したことやってないなと思ってたんですが、はい、今日含めてあと3回しかありません、はい、でこの3回で2勝した方が勝ちというふうにして、この3回のトータルの罰ゲームを今回特別にご用意しました。なるほど。もうぬるい罰ゲームではないですよ、まあ、今回ね今日を含めて残り3戦のトータルの罰ゲームなんで、はい、まあまあ過酷な特別な罰ゲームをご用意してます。その罰ゲームが何なのかっていうのは、はい、乞うご期待ということでですね、乞うご期待、はい、まあ、今回はなので、あの今回のバトルだけで勝敗が決まるわけじゃなくて、残り3回を通して私さんとトミーさんとのバトルやっていきたいと思いますので、怖いな、はい、またぜひ見ていただきたいと思います。そして、はい、今回対決させていただく機種が、はい、こちら貴重な加古川店さんにも6台導入されております、パチスロ物語シリーズセカンドシーズンです。来ましたね。来ました。まあ機種の、うん、まあ、ちょっとしたね紹介も踏まえながら、はい、そして純造 2.8 枚の AT はいかなるものか、うん、この辺しっかり楽しんでいけたらなと思いますので、はい、今回もどうぞよろしくお願いいたします。設定6です。さあそれではバトルに入っていきたいと思いますが、まあ、今回導入されたばかりのこちら、物語シリーズセカンドシーズンということで、まあ、あの僕もトミーさんも実は設置されて打つの初めてということになりますので、まあ、簡単なゲームフローからちょっとお話しさせていただいてバトルの方に入っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、もう設定変更された後の台ですね。はい、まあ、おなじみのリールがっくんですね。ここも設定後だったから今あったんじゃないかなと思います。結構わかりやすいがっくんでしたよね。そして通常ゲームはまずこの物語ステージっていうところからスタートします。でこの物語ステージで、まあ、ヒロインを選択して誰の物語かっていうのが決められて、そこから基本的には日常パートというところに行くのが基本的な流れになりますね。ちょっとしばらく回します。はい、ここで今、日常パートにやってきました。でここからはですね、基本的な流れとしては日常パート、そして簡易パートと言われるところに行って、そしてその後の発展で成功するとチャンスゾーンに入っていくというのが基本的な流れになります。でその簡易パートに移行するタイミングとしては、このように信号機が出てきた時ですね、まあ、黄色で止まればこちらのその周期の期待度を示唆するなんていうんですかね、メーターみたいなのがこう上がっていきますね。黄色だと1個上がって、赤だと右斜め上に上がってという感じになります。はい、黄色なのでここが1つ上がります。で言い忘れてましたけど、通常時は周期抽選の台となってます。なので周期到達時のジャッジでチャンスゾーン当選となれば結びの儀突入ということになるんですが、まあ、消化中の恋愛役でも発展して結びの儀に行くことがあります。ただ必ずこの怪異パートに行くわけではなくて、この怪異の文字が出てこずに物語ステージに戻って次の周期となることもあります。ただこの怪異パートに行けば、最後はもうほとんど発展して終わりますので、まずはこの怪異パートに行くかどうか、この一番下の状態から2つ目以上に上げれるかどうかっていうのが通常時ポイントになりますね。はい、ここも黄色なので今一番左の青の下から3つ目なんですけど、これで一番上に行きます。ここまで行くともう発展は間違いないですね。あとは青のまま発展するか、緑で発展するか、赤で発展するか、紫で発展するか、色によって期待度が変わってきます。ここで発展する前に移動という文字が出れば期待度アップですね。
まあゲームフローとしてはそのあたりが基本的なところになるかな。ね、あのこの簡易図柄停止はもちろん停止位置によって期待度変わってきますけど、基本的にはこうレア役の一環ですね。これで多分移動になると思います。はい、移動ですね。今青から緑になりました。まあこんな感じでこう周期到達時の期待度を上げていくのが通常時の流れですね。まあここはあの発展まで見れますし、期待度の高いところでおそらく結びの儀までは見れると思いますので、結びの儀突入までの流れをまあ先にここで見ておきましょうか。結構ねもう赤紫で発展した時はほぼ結びの儀に行ってるイメージですね。まだ発展してないのでここからさらに移動となればかなり熱いことになりますね。物語シリーズですね、基本的にはまあ赤でチャンスなんですけど、さらに赤の上が紫なんで紫のチャンスは結構なチャンス。これで発展になりますね。で成功すれば結びの儀突入となります。いい匂いか。で今成功すると思ったんですけど、失敗するとこのように物語ステージに戻ってきてまた2周期目のスタートというのが基本的な流れになります。よろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょうか。行きます。はい、赤まで行ってるんで、天国うわ期待できそうですね。まどろっこしいことはやめ、お前と助けてよ。はい、今結びの儀に入ってるんですけれども、その矢印が出た時はあの海津柄を筆先というのを狙っていって海津柄が止まるほどチャンスと。これは左が一番熱いっていう感じでしたかね。確かそうですね、はい、あの海津柄ゾロイ以外は左が一番強いですね、うん、左に止まるとか。でもちろんその結びの儀中は、はい、プッシュで色が変わるとチャンスアップということになります。青緑赤という感じで、お緑になりましたね。よし、なでこは粘るといっぱい喋ってきたよ。どうだ、ね、赤まで行きましたね。停止系としては真ん中だけっていうのはちょっと弱いんですけど、うん、もう期待できそうですね。そうですね、はい、いけそうな感じ。誰に言っている。お前だって周囲の全てを騙してきた。結びの儀がこれから発展なんですけど、成功すると歌舞伎物語というので疑似ボーナスに突入します。さあその歌舞伎物語ってなるかのジャッジ演出です。結構だからハッピータイムまでの超えなきゃいけないポイントがあるんですよね、前作よりも今回は。まずはその第一段階となる結びの儀、ボタン大きめ、大きいですね、デカプッシュで成功で、これでチャンスゾーンクリアで疑似ボーナスの歌舞伎物語に突入。夢のために神様を辞めるなんて、先に言っとくと歌舞伎物語の後キスショットバトルに突入して、キスショットバトルに勝ってば晴れてハッピータイムということになります。はい、ここは自動でリールが止まりますね。はい、ここからが歌舞伎物語、はい、15ゲームの疑似ボーナスで、この間何をするかというとですね、この間はこの後に訪れるキスショットバトルの、勝利アップ抽選ですね、これを行ってます。なかなか壁が分厚いですね、そういう意味では。そうですね、ただ、結びの儀までは割とこう行くのかなっていう気もしますし、今回ももちろん天井が搭載されてるんですけれども、天井到達時は、歌舞伎物語当選となります。だからここに行くことです。その天井ゲーム数が一応発表してる中では200ゲームは500ゲーム、まあ、さらに通常時は追加でその短縮抽選が行われるということですね。はい、というわけで今15ゲーム消化して、ここからは緊張ここのバトルになります。でまずですね、こう
こで消化してもらって貝殻を狙えっていうナビが出るまでは勝利アップの抽選ですね。で今15ゲームの歌舞伎物語消化中にプッシュボタンをストックしてますよね。でこれでも勝利アップの抽選が行われます。でまずはここで勝利期待度出てきます。真ん中に貝殻を止めてで両方止めてください、狙ってください。でその停止型によっても期待度変わってくるということで2つ止まってますので結構強いと思いますね。でまずはここで、勝利期待度が何パーセントになるか。71% でストックした分がさらに加算されて 78% ということになりますね。まあまあ高いんじゃないかな。あ、チャンスアップ出てますね。いけそう。でこのキッズソットバトルが8ゲーム間のバトルになってますね。あ、紫のチャンスなんで赤よりも強い色が出てます。かなり強いと思います。ここはさあどうだ。はい、残念でした。ただ復活あります。まあ、今あっさりいきましたけれどもこれでハッピータイム突入となります。ちょっと待ってもらっていいですか。今回のハッピータイムですね、はい、前作と違うところが、初期枚数が150枚です。3枚数管理なんですけどプラス今回は売買チャンスから始まります。はい、そこがまた前作からねちょっと変わったところですね。でバイバイチャンスはもう打っていただいたら分かるんですけどもう前作とほとんど見てます、うん、ではさあ何枚乗せれるか。いきなりバイバイチャンスっていいですよね。最初は5枚。だからここで感想が決まっちゃう可能性もあるわけですよ。いきなり今回 AT の仕様が、まあ、6国ということでちょっとね前作と違って1500枚獲得以降はまた違うものに変わるんですけど、おエクストラサービスもありますよ。もちろん今作もですね超売買チャンスもあります。100枚以上乗ってますよ。で前作のバイバイチャンス中にはなかった新たな、おちょっと待って今蝶のアイコン出てました、はい、アイコンの中に蝶が出てきた時に成功すると超バイバイチャンスです。おお、いったちょっと早くないですか。超バイバイチャンスです。ちょっとじっくり見たい。すごいな、いきなりいった、まあ、もちろん超バイバイチャンスはバイバイチャンスより性能上がってますからね。配当も上がるし倍率もねどんどん上がっていくことでしょう。結構ねアイコンが新しくなってるので面白いですよね。この辺も心配、これすごいぞ、これやばい、いきなりやばい。これはもう27倍。あー終わったか。27倍の12枚と324枚プラス150枚の初期枚数があるのでこれでもう474枚ですよ。おですね、はい、そうです。 AT は順当約 2.8 枚ですね。まあこんな感じでね特化後のスタートなのでいきなり高貴な枚数を持ってスタートする可能性があるというのが今作の素晴らしいところですね。で消化中は今作もそうです、燃えステージ、トレステージとあります。で上位のステージに行けばバイバイチャンス、突入のチャンスということになりますね。
で、エンディ中はまたボーナスも搭載されてます。で、液晶の右下にあのメーターがあると思うんですけど、ヒロインクエストポイントっていうのが今回ありまして、まあ、そこがですね、レア役なんかを引いた時にですね、こう上がっていくんですけど、これがマックスまで溜まるとボードアップのチャンスということになります。で、これ勝手なイメージなんですけど、なかなか消化中バイバイチャンスにはやっぱりそう簡単には入らないのかな。ボードが上げることがやっぱりとっても大事になるのかなという気がしますので、これ結構重要になってくると思います。でも子役の出現率はスイカに設定差があるみたいで、ただそのスイカでゲーム数の天井ゲーム数の減算抽選が行われるんで、結構やっぱ設定っていうのが当たりやすいっていうのはあるでしょうね。おー、いいですね、リールロック。お、チャンスだよ。これあのスイカが揃った時にこのノイズが出てくることがあるんですけど、このノイズが出現した時が天井ゲーム数の減算抽選が行われている可能性が高いということです。で、このノイズが大きい方が大量ゲーム数減算されている可能性があるということです。なのでスイカもねバカにならないですよね。で、あと歌舞伎物語直撃の抽選のメインとなるのはチェリーらしいです。チェリーで終わった。ただ今作もその前作にあった怪獣連的なものもあるようなので、もしかしたら早いゲーム数で引き戻した場合は枚数引き継ぎとかっていうのもあるのかな。だとしたらまだ一撃勝負期待が持てますよね。あんまり強そうでもないけどな。ボタンも出てこないか。ボタンも出ないか。はい、確かに弱かったですね。なかなか厳しいですね。なかなか厳しいですね。私のではなんか6巻ありますね。ありますね、はい、とにかく結びの儀も早いし、うん、まあ、1回当たってますしね。全然こっち6巻ないんですけど、まあ、引きの問題もあるでしょうね。まあ、もちろんそうですよね。ちゃんと成功させれてますしね。おい、回収してあげたいから俺はない。ふざけんな。行きます。よー、行くな。よー、行く。本も行くな。勝負をしよう。まだだ。私が勝った。まだだ。よし、みおり。ああ、また次はトミさんが当てそう。いけそうな感じします。なんか今回演出がかなり多くて、結構映像も綺麗でリアルじゃないですか、はい、なので些細な演出でも、あ、これチャンスなのかなって思っちゃいますね。そうそうそう、あれって実は全然違うかったりとかっていう演出の一つがなんか我々からしたらチャンスアップ演出みたいに見えてしまうっていう部分があります。でも基本的にやっぱり化け物語シリーズ前作がありますので、あの上昇中とかですね、後期とかって文字がこう出た時、あ、今のもチャンスアップパターンですね。この幕開劇っていう文字が出てる時は、今2ゲーム続いたんで、まあまあそこは期待してるんじゃないですかね。ボタン出ました。あ、大きいですね。復活あります。復活あります。私は自分以外の、はい、歌舞伎物語いきます。さあ、歌舞伎物語まだこっち1回も見れてないんですけど、順調ですね、トミさん。さすが設定6。やっぱ設定以外のやっぱ何かっていうのはやっぱりだいぶ大事ですね。はい、そうですね。なんか僕が全然ダメみたいな言い方。まあそうですけどね、実際に。ただ、大事なのは何枚出せるかなんで。あ、そうですね。で、さっき右上に白いボタンストックされてましたけど、あれもボタンの色が変われば変わるほどチャンスになります。ストックしました。今の何色ですか？白ですか？白ですね。色は何色あるんですか？色が確かですね、あの青、緑、赤、その上があるのかなっていうのが分かんないですね。見たことはないです、それ以外。
おレインボーロットあるやんレインボーすごいですあるやん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 、すごいもうあれですよもう間違いないですマジですレインボーですからねいやー2回目いきました何パーセント出てくるんだろう 100% 出てくるんじゃないですかでレバーを追ってボタンが出てくるんですかね一発それが最初のあもういきなりいきなりなんですねさあ行きましょうかね盗みの銀気持ちがいい音がしますね気持ちがいい今度はトミーさんバイバイチャンス浄化する前に目標枚数言ってもらいましょうかそうですね上の手、まあ、先が500枚ちょっとでしたから、はい、でも700枚超えます獲得枚数出てるな最終的な、はい、あ700枚オーバー700枚そういやいやもう1000枚いこう1000枚いくよ1000枚はね見たいですよねわあいいなハッピータイムセカンドシーズン今作はハッピータイム SS っていうんですねやっぱやりてぇな5枚よしおさあこちらは今むつみの儀中ですけど今上段にチャリーが止まっててこの形はさっき下段にベルが揃って10枚ベル強ベルだったんですよねはい、読める。これで赤まで来ました。やっとこっちも歌舞伎物語どうした？あれ、133枚。まあこっからですよ、ね。まあまあまあ、まあ、こっからです。さあこれで15ゲーム消化です。期待しましょう。チャンスアップないけど大丈夫かな。あれボタンもない。え？びっくりしたさあこれで私シータは今日初めての歌舞伎物語突入となりますあーいいですねすぐに追いついてやろうい浴衣姿っていうのもいいですねこれで、ね、どれくらい乗ってくれるかパーセンテージさあ15ゲーム消化となりますすごい風も出てますしのぶちゃんっているじゃないですかしのぶちゃんってこのキプショットアセロラオリオンハートアンダーブレードなんですけどこのハートアンダーブレードっていうのはしのぶっていう文字になるんですよね心の上にブレードがブレードの下に心があるんでしのぶでしのぶちゃんなんですよねなるほど、はい詳しい。いや確かそうだったと思います。さあ行きます。68% とさっきの歌舞伎物語中のポイントが何パーセントか。76% どうかな。まあまあでも高いですよね。私が初回確か78か6かそうですよね、それであっさりクリアしてますもんね、あ、チャンスアップ出ましたねこの間のチャンスアップ演出も結構重要なんでしょうトミさんがクリアした時には赤の上の紫の光輝が出てましたけどねここは2ゲーム連続のこのチャンスアップの数でも期待値を示唆してるのかな頼むよあー行ってくれたさあこれで晴れてハッピータイムセカンドシーズン突入となりますはあこれは気持ちいい気持ちよかこれは気持ちよかあこれがですね先ほどのため今アイコンできたんですねこれ次回予告です次回予告